皆さんこんにちは、 DOT 劇団の小田本です。今日はこちらです。はい、こちらでございます。アニヤアジアゾウでございます。はい、こちらはフジグランで買ってまいりました。ということでまずはこちらを開けていきたいと思います。はい、ということで開けてまいりました。で、アジアゾウのアニヤはほらこのような感じになっておりますね。そして鼻が、はい、動きます。そしてアジアゾウのアニヤはこちらリンゴがおまけでついております。そしてアニヤはこちら図鑑カードも一緒に付属しておりますね。で、アジアゾウの特徴なんですけど、母親と子供で10から40頭の群れを作ると言われています。飼いならされていると木材を運ぶ作業などにも使われますということですね。まあアジアゾウはね、まあアフリカゾウよりは体は小さいんですけど、ほらもう皆さんテレビでも見てる通り人も乗せれるんですよね。いやアジアゾウはね、まあアフリカゾウよりおとなしいから、まあサーカスにも使われている便利なゾウですね。そしてアジアゾウのアニヤはこちら、まあ図鑑カードは日本語版だけではなく英語版も一緒に付属しております。はい、ということで今回こちらのアニヤアジアゾウを紹介してました。で、感想はですね、まあ見てもらったら分かるんですけど、ほらこちらのように、まあ、鼻がもうリアルに動いて、そしておまけで銀語もついているということで本当に良かったです。で、皆さんもこちらショッピングセンターのおもちゃコーナーやトイザラスに売っているので、ぜひ気になった方は買ってみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。